H-1 エンジン原型となった、ジュピターの S-3 エンジン地上試験の様子 H-1 エンジン H-1 エンジンは、水力20万 LBF の液体酸素 RP-1 を推進剤とするロケットエンジンで、ソーデルタロケットとジュピターロケットの一段目に使用された。簡略化して、サターン I とサターン IB の SIB に搭載された。 サターン IB には8機が束ねられて使用された。後に水力が20万 5000LBF まで増強された。H-1 の経験は、回 -1 エンジンの開発に役立てられた。それぞれの新型エンジンの開発はそれらを搭載する、ロケットの開発に数年先駆けて始まった。サターンロケットといえども、例外ではなく1957年の時点ですでに、最初の使用書が書かれていた。 初期の概念の時点では、当初サターンはスーパージュピターと呼ばれていた。1957年、ARPA は打ち上げ能力 9000kg のロケットの調査を進めていた。陸軍弾道ミサイル局のフォン・ブラウンのチームは、そのような規模のミサイルには、水力150万ポンドが必要だと見積もった。スプートニク1号の打ち上げの後、新型ミサイルの開発が開始され、 スーパージュピターの概念の使用が策定された。1957年スプートニク1号の打ち上げの、あとアメリカは即座に非軍事用の宇宙機関の設立を計画し、NASA が設立された。陸軍が大型ロケットへの関心を失ったのでフォン・ブラウンの陸軍弾道ミサイル局のチームは NASA のマーシャル宇宙飛行センターへ移った。1960年に移管された。 この計画ができて間もなく、ARPA がアブマを訪問して、フォン・ブラウンに、まだ移管前に消化すべき1000万ドルの予算がある、ことを告げた。彼らは、移管前に何か有効な使い道はないか尋ねた。フォン・ブラウンは、コール及び受納部位の模型を見せたが、ARPA の訪問者たちは E-1、エンジンは1960年には間に合わないだろうと、し、 彼らは最も良い解決策は、ロケットダインの既存の推力17万5千、LBF のエンジンを20万 LBF に強化する、ことでこれら8機で計画中の E-1 の4機の代替とすることだった。開発の入札が、間もなく、行われ契約され、アブマのジュピターミサイルの設計は1958年末に、ジュピターの先の惑星、という意味で、ジュノーからサターンに改名された。 ロケットダインは当時 E-1 だけでなく空軍の要請で開発中だった E-1、回、e、1, -1 やフッ素を酸化剤とする G-1 や H-1 となる新設計等、複数のロケットの設計案を持っていた。ハインツ、ヘルマン・コールは後にサターンとなるこのロケットの計画を立てた当時、彼はロケットダイン社の E-1 を4機使用する案を選択した。 ロケットラインはこの水力40万 l b f のエンジンをタイタン用に開発中で ARPA の依頼でフォン・ブラウンが開発した受ノ部位として知られるロケット用の当時入手しうる最も強力なエンジンであった。フォン・ブラウンはカイマナス -1 の採用を検討していたが当時はまだ初期の開発段階で時期尚早だった。カイマナス -1 と E-1 は似ていたが 出資者である ARPA は1960年まで E-1 エンジンの展開を提供しなかった。計画では、地上試験は1959年末に実施される予定だった。したがって E-1 エンジンは既存のエンジンをもとに、下8機の低水力のエンジンに置き換えられた。ロケットダイン車は、ソートジュピター弾道ミサイルに使用されていた、古い S。 3D エンジンを原型として選んだ。ロケット第一社には、ロケットエンジンの設計の経験があり、第二次世界大戦以来、空軍と陸軍への主要な供給者の一つであった。最初の試作機は1958年12月31日に試験に合格した。1958年5月には、初号機がアブマへ納入された。1年後に、全8機の接続を含む、 地上試験が行われた。1957年スプートニク1号の打ち上げの、後アメリカは即座に非軍事用の宇宙機関の設立を計画し、NASA が設立された。陸軍が大型ロケットへの関心を失ったのでフォン・ブラウンの陸軍弾道ミサイル局のチームは NASA のマーシャル宇宙飛行センターへ移った。1960年に移管された。この計画ができて間もなく、 ARPA がアブマを訪問して、フォン・ブラウンに、まだ遺憾前に消化すべき1000万ドルの予算がある、ことを告げた。彼らは、遺憾前に何か有効な使い道はないか尋ねた。フォン・ブラウンは、コール及び受納部位の模型を見せたが、ARPA の訪問者たちは E-1、エンジンは1960年には間に合わないだろうと、知るし、彼らは最も良い解決策は、 ロケットダインの既存の水力17万 5000LBF のエンジンを20万 LBF に強化することでこれら8機で計画中の E-1 の4機の代替とすることだった。開発の入札が間もなく行われ契約され、アブマのジュピターミサイルの設計は1958年末にジュピターの先の惑星という意味でジュノーからサターンに改名された。 ロケットダインは当時 E-1 だけでなく空軍の要請で開発中だった E-1、K-1、e、やフッ素を酸化剤とする G-1 や H-1 となる新設計等、複数のロケットエンジンの設計案を持っていた。最初のサターン I は1961年10月に打ち上げられ、すべてのエンジンは正常に作動した。4回目の打ち上げである SA-4 では、 エンジン故障の試験が行われた。意図的に1機のエンジンを停止して制御システムは残りの必要な軌道へ投入するために残りの7機のエンジンへ推進剤を供給した。6回目の A-101 でも同様の事例が起きたがこの時は意図しないものだった。1機のエンジンのターボポンプが故障して停止したので残りのエンジンで補わなければならなかった。H-1 エンジンは 生産段階に入ってからも、水力を増強するように改良された。サターン I は、当初水力 734KN の H-1 エンジンを搭載していたが後に、水力 836KN に増強された。サターン IB は、最初の5回の打ち上げでのエンジンの水力は 890KN だったが、最後の打ち上げである1975年7月15日の、 アポロソユーズテスト計画でのサターン IB では最も強力な水力 912KN のエンジンに換装された。サターン I の8機の H-1 エンジン初期のロケットダインのエンジン同様に H-1 はウォーターホール噴射器を使用してターボポンプで供給しており燃料による再生冷却を採用していた。 SE 部,部に使用された J-2 ロケットエンジンとは異なり H-1 は再着火機能を持たないエンジンだった。試験では2回以上の燃焼試験を行うことも可能だったが飛行中は再始動できなかった。その理由は始動シーケンスに必要ないくつかの部材が再使用できなかったためである。特にエンジンは本質的には小型の固体燃料ロケットである。 固体燃料ガス発生器によって点火するために燃焼後は交換しなければならなかったからである。5 0 0トの交流電圧で SPGG の固体燃料を点火して始動する。これにより600から700プシーに達する高温高圧ガスが生成され推進剤を供給するターボポンプを駆動するタービンに送られタービンを駆動する。これにより燃料と酸化剤がエンジンに供給される。 SPGG の高温ガスは燃料、酸化剤の混合物の添加に必要な初期のエネルギーを与える。一度燃料と酸化剤が送られ燃焼を始めると、エンジンは停止するまで自律運転する。潤滑は燃料である RP-1 を循環させることによって潤滑し、時空気の冷却も行い、その後燃焼室に送られ燃焼する。サターンアイロケットには H-1 エンジンは、 軽発機搭載されていて、内側の4機は固定されており、外側の4機は首を振ることによって姿勢制御に使用される。初期のエンジンにはノズルの外側にガスの流れを変えるための翼があったが、新しい概念では油圧によってエンジンを傾ける。以前はエンジン一式が機体に直接搭載されていたが浮かせて搭載されるようになった。その結果複雑になったが、 システム全体が効率化され高圧配管が最小化された。H-1 エンジンは典型的な1950年代の設計だった。推進剤は小型のターボポンプで燃焼室へ送られる。ガス発生キサイクルのエンジンで前述のようにエンジンの構造は S-3D エンジンに由来するが、水力増強の要求に応じて限界に近い位置。 MN まで高めるために設計者は燃焼室の冷却や稼働部品の潤滑や推進剤の供給と噴射、反復動作や他のシステムとの動作設定に新しい手法を開発した。燃焼室は新しい形状になったことにより高温、高圧、高膨張比に達することを可能にした。これにより燃焼効率が高まり水力が増加した。 新しい燃焼室は冷却が向上した。S3D エンジンで使用されていた二重壁面と隙間に燃料を循環させる再生冷却の設計は廃止された。このシステムは単位時間ごとの流量に重大な限界があり重たかった。H-1 は燃焼室壁面とノズルを薄い管をロー付けすることによって製造したことにより冷却効率が向上した。 この方法は効果だったが、冷却剤の循環がより早くなり熱交換が向上して軽量化した。冷却剤として近年は液体酸素が使用される。以前の機種のノズルは塩水系だったが H-1 では釣り金状のノズルになったことにより、動水力で約20%短縮された。水力が増強されたことに伴い供給しなければならない。 推進剤も増えたのでターボポンプも強力になった。新しいターボポンプは高圧化されたことにより流量が増えたが大きさと重量は旧式と同じである。高速化したのでより強靭な材料で高精度な加工、高い表面の品質、より良い潤滑と摩擦による加熱への対策が必要とされた。潤滑装置は大幅に簡略化された。潤滑には燃料である。 RP-1 に潤滑性を向上させるために添加剤の添加装置を通してから使用された。RP-1 自体は灯油のようにトライボロジーの観点から潤滑剤として使用することは適切ではない。添加剤は燃料としての特性を損なわない程度に RP-1 に極小量を添加する。潤滑の役目を果たした後は 他の燃料と混合して燃焼室内で燃焼した。このような潤滑システムは、クリースのような高粘度の潤滑剤よりも摩擦が少なく、熱を取り除くことができる。スコヨーラブサターン IB フライトマニュアル、30スセプテンバー1972。ありがとうございます。